と年末ということでクリスマスということでちょっとマイルネサンスの歴史を振り返りながら過去の作品を少しずつやりながらちょっと海の生き物に応援されてマイルネワールドにお連れしたいと思います。注目です。どんな生き物がいるか注目でございますよ。あ、ちなみに私は